皆さんこんにちは。ドラム講師の森田亮太です。この動画レッスンでは、ルーディメンツを一つ一つ解説をしていっております。今回ご紹介するのは、シングルドラムというものを、やってみます。一度やってみましょう。です。シングルドラグというのは、前回ご紹介させていただいたドラグというパターンに、アクセントが一つ、後半についたようなパターンになります。なので、体の動かし方としては、ドラグをした、この、音音符きっかけで逆の手が上がるような感じです。両方が一気にこう上がって、手が上がってそのまま落ちるような、こういうような感じですね。まずはまあこの上がる感じですね。上がる感覚っていうのを、しっかりと身につければ、まあ割とどのルーディメンツでも共通して言えることなんですけど、上がるポイントですね。上がるポイントと、指の使い方っていうのをしっかりと身につければ、ルーディメンツはどれも割と楽に生きていけると思います。なので、それを、なんでしょう。こう鍛えていけるとすごくいいと思います。なので、足と一緒にやってみましょう。というような感じです。ドラグの、リズムにだけ気をつけてください。なので、この足にドラグが合わさってしまうと、これはもうできませんね。なので、本音符に足が合わさるように、しっかりと練習をしてみてください。といった感じで、今日のレッスンを終わります。さよなら。